はい、皆さん、こんにちは、ジェイと申します。今日はですね、定期テスト対策で、メンチの会というところをやっていきたいと思います。で、えー、ちょっとね、えー、あらすじなんですけども、歌詞のヘギ玉ですね、宝玉ですが、を手に入れることに失敗したシンなんですけども、再三蝶を攻撃した後、和解を口実に蝶をね、メンチまで呼び出したというね、メンチというのは場所を表します。 で、注意なんですけども、漢文はね、教科書によって送りがね、返り点が異なるものが多いので、皆さんの教科書と違う表記になっていることがありますと、意味はほぼ変わりませんが、そこだけ注意していただければいいと思います。 では行きましょう。神王、死ムという風に来てますね。いきなり死役の句形を使っております。帰り点の3が付いているので、2のところが動詞になりますが、死者、押してという風になるので、死役の場合というのは、この押してという送り仮名を必ずつけるようにしましょうねという形ですね。死者に告げさせるですね。で、何をかっていうと、長王にという形になるので、神王、死者をして、長王に告げしめという形ですね。神王は死者を送っ 作りにこう告げさせ、どう告げさせたのかというとホッスウィルですね。英語で言うウィルにあたります。で、返り点の3がついているので、2のところが動詞になります。回線とホッスという形になりますね。だから、まあ会食しようという階段しようという風に言ってるわけですね。で、階段をどこでかっていうのが帰り、点位のところまでが目的語になります。最後の外のアンチにという風になりますね。なので書き下すとこんな感じかな。 とよしみをなしですね。そして最後の外のメンチに海線とホスト。 いうふうに言いました。意味としてはこんな感じですね。長王との親睦を深めるため、メンチで会合を持ちたいと。長王は恐れました。親王ですね。先ほどもちょっとリード文的な感じで説明しましたが、再三攻撃を受けていたので、もうこれは完全にもう罠だというふうに思ったわけですね。だから、発スです。なからんと発ス行くことをというところで、もうちょっとね、行きたくないというふうになったという形ですね。 うん。長王、真を恐れ、行くこと、なからんと欲す。ですね。蝶王は真を恐れて行こうとはしなかったという形です。すると、連覇臨少女というね、この二人の非常にこの蝶を代表する非常に有名な二人が出てくるんですけども、連覇というのは将軍ですね。軍を率います。 そして、臨少女というのは、いわゆる文官という、まあ、文官ではないんですけども、まあ、ちょっといわゆる作詞的な役割になっている人なんですが、はかりて曰くというふうになってますね。連覇、臨少女、はかりて曰くです。連覇と臨少女は相談してこう言いました。王がズンバというふうになってますよね。これ、レテンがついているので、下に来ているのが動詞なんですけども、あとは家庭というふうにちゃんと押さえましょう。王、イカズンバというふうな形になります。 蝶がお出かけになりませんと、お出かけにならないのならば、こんな感じですね。示す。何を示すのかというと、帰り点1のところまでが目的語で、蝶、弱くして、かつ、強なるを示すというふうになります。蝶の弱くして、かつ、強なるを示すなり。 という風になりますね。長が弱くて、しかも卑怯であることを示すことになりますよと。長はついに行くですね。だから、なぜ長は行くことを決めたのか、蝶の王様は行くことを決めたのかというのが、この辺もし問題で聞かれたらですね、リンパえ、連覇とリン少女にですね、リン少女に、まあ説得されたからという風に考えてあげればいいと思います。少女、従うという風になってますね。長をついに行く。少女、従うですね。蝶の王様は、とうとう、 行くこととにしたとそして少女、少女というのはお供をしましたよと。そして、連覇という将軍は送って至った。境、国境ですね、に至って、そして王と別れて曰くというふうになってます。連覇も王をお見送りしね。 国境に至ると、決別してこう言いましたというね、最後の言葉みたいになるのかなって一瞬考えたわけですね。まあその辺のちょっと覚悟はあったみたいですね。王が行くです。そこで、はかるにですね、通りですね。まあ道の童貞ですね。いわゆる、どれぐらいかかるのかということになりますが、王の行くですね、行。通りをはかるにです。王のお出ましの旅程をですね、計算してみると、海偶の例、 終わりて帰るまでですね、まあ。要するに会食が終わって帰ってくるまでという形ですがザランですねノットです。過ぎる。 です。だから、過ぎないだろうというふうになっているわけですね。何を過ぎないのかっていうと、30日をというのが目的語ですね。なので、海軍の例終わりて帰るまで30日を過ぎざらん。新王とのご対面が終わって帰還なさるまでですね。30日を過ぎることはないでしょうと。もしですね、それね、30日して、ズンバですね。また仮定してます。帰らずンバ、すなわちですね。ここもだから仮定で取ってあげないといけないんです。 ですけども帰らなければということですね。古府どうかお願いします。立ちて何を大使をそしてなし王様とという風になりますがちょっと帰り点とかね見ていきましょう。 三十日にして帰らずんばすなわちですね。三十日経ってもしご帰還なさらない時はと、その時はですね、古夫、大使を立て、王となしですね。どうか大使を王に大いにお付けし、持って立たんと、真の望みを、王、許す。 これをというふうになってますね。もう英語と同じような SVO の構造になるというのが漢文の特徴になります。もって真の望みをたたんですね。王、これを許すです。真の野望を立たせて欲しいと思います。と王はこれを許したというふうになってますね。だからこれをっていう指示語がね、もし問題で聞かれた場合というのは王が帰らなければ、 大使ですね。これを大いにつけて、えー、王のね、なんとか弔い合戦をしたいと思います。みたいなことを指してるわけですね。ついに、新王と返す。ですね。メンチに。っていうね。もうメンチって関西弁で言ったらメンチ切るとか言ったりしますけども、メンチという場所であったということですね。ついに、新王とメンチに返す。です。そして、新王とメンチであったと。新王は飲む。酒を。で、竹縄にして曰く。というふうになってますね。 新王、酒を飲み、竹縄にして曰く。新王は酒を飲み、主演が竹縄になるとこう言いました。 歌人というのは王様たちが使う事象です。私はというふうに訳すんでね注意しておきましょう。そして「ひそかに」というねこの漢字の読み方も問題で出そうだなというふうに予想しているので緑色にしております。ひそかに聞きましたよと何を聞いたのかというと蝶王が恩を好むとというふうになってます。歌人、ひそかに蝶王恩を好むと聞くと。うん。私はひそかに蝶王が音楽好きだと聞いていると。 どうか、そうせよ。ですね。演奏せよ。ということですね。質を。というふうになってます。この楽器ですね。質を演奏せよと。調はコス質を。というふうになってますね。コフ質を、そうせよ。と、調質をコスですね。どうか、質を演奏してもらいたい。すると、調は質を弾きました。と。するとですね、真の魚まあ、お おののものみたいな感じなんですけども進みて書して曰くです。真のね、えー、記録感がですね進み出てこのように書いたみたいです。某年月日新王は長王都とと開院しですねある年みたいな感じになりますけども某年月日新王長王と会院しですね某年某月某日 みたいな感じですけども。まあ、ある日、あの時、みたいな感じですが、神王は長王と会食をし、しむですね。これ、死駅を使ってます。だから、帰り点押してというのがあり、帰り点の2点があるので、1のついているのが動詞になります。こせしむですね。何を演奏させたのか、レ点がついているので、しつが目的語になっていると。なので、長王をして、しつをこせしむと。 にに質を演奏させたたというふうにいうきなり言ったわけですねつまりね、これ何かというと、真の王様っていうのは、蝶の王様のことをまるで部下みたいな扱いをしてるんですよ。で、それをわざわざ記録官が書いてるわけです。真の王様に対し、蝶の王様は部下のような態度をとったみたいなことをですね、書いたわけですよ。それを見てね、臨少女、進みて曰く。 です臨少女は進み出てこう言いました「長王は密かに聞きました。神王がよくなすと。神聖を」というふうになってますね「長王密かに神王よく神聖をなすと聞く」ですね。長の王様は密かに「神王が真の音楽に堪能だと聞いております」と。 だから、コフ、どうか、お願いしているという感じですね。だから、このコフっていうのは、英語で言う、プリーズに当たるみたいな感じですね。どうか、法事ですね。ボンブを法事ですね。誰にかっていうと、神王にですね。コフ、ボンブを神王に法事です。どうか、ボンブというものをね、神王に捧げますので、もって愛娯楽せんと。 というふうにね、同じように言ったわけですよ。蝶の王様が真の王様に音楽を演奏プレゼントしたならば真の王様も蝶の王様にプレゼントせえみたいなことを言ったわけですね。するとそれを聞いた真王は怒りて許さずというふうになってます。もって愛娯楽せんと。真王怒りて許さずですね。 互いに楽しみ会いたいものですな。という風うに言うと、神王は怒って許さなかったということになります。これがね、なんで怒ったのかというと、神王がですね、自分たちは格上だと思っているので、まるで自分たちを下のように扱ったから怒ったわけなんですけど、これは完全に矛盾してますよね。神の王様は蝶の王様を完全に部下のような扱いをしたのに、これ基本同等なんですよ。関係としては。だって戦争してるぐらいですからね。 なのに上下関係もないのにね、まるで下のような扱いをしたから、それに臨少女は怒ってですね、いやいや我らは同等だろうというふうに言ったという形なんですよ。ここにおいて、まあ、これ読み方が聞かれたりします、問題でね。少女進みて進め、負をというふうになってます。ここにおいて少女進みて負を進めですね。 そこで少女は進み出て、負を差し出して、寄りて、ひざまずいてお願いをしたと、真の王様にという感じですね。寄りて、ひざまずきて神王に古符ですね。ひざまずいて神王にお願いしたと。当然ですが、神王は打ち消しず、図。 がえんぜずというふうに読みます。ここもね、書き下しとか、この読みの問題とか出たりしそうだなというふうに思うので気をつけてくださいね。肯定しなかった、賛成しなかったってことですね。打つことを、負を、あ、ごめんなさい。打つことのところ、レ点が抜けちゃってますね。申し訳ない。神王、負を打つことをがえんぜずというふうになります。神王は負を打つことは全然承知しなかった、納得しなかったってことですね。少女曰く。 五歩のうち、少女古婦ですね。少女は言いましたよと。五歩のうち、少女古婦です。少女は言います。 私と大王との距離はわずか5歩でしかありません。5歩の間ってことですね。どうかですね。何を、ね、お願いしてるのかな円と。何を得るのかな下点がついてるので、上点のところまでが目的語になります。大王に注ぐことを円と。っていうふうに言ってますね。経血をもってというふうな形になってるので、少し、えー、書き下ししてみましょう。経血をもって大王に注ぐことを円と。こんな感じですね。 私の首を切った時に流れ出る血を大王に注がせて欲しいというふうに言ったわけですね。つまりこれ、何が言いたいのかっていうのがね、問題で出そうだなというふうに考えてます。えー、解釈の問題とかがね、ちょっと予想できるんですけども、自分の身を犠牲にしてでもね、神王を殺害するぞという意図を表してるわけなんですよ。 だから、これを聞いた左右ですね。これはね、王様たちの近くにいる場合は、左右というのは側近という意味で使います。側近はですね、ホス、ウィルです。しようとしています。人選とホスですね。少女をというふうになってる。左右、少女を人選とホス。神王の側近たちは、少女を刃にかけようとした。つまり、切ろうとしたわけですね。 すると、少女は、張った。何をレテンがついているので、目が目的後。失踪ですね。失跡した、まあ。叱ったってことですね。これに。少女、目を張りて、これを失踪ですね。少女は、目を張って、叱りつけました。左右、皆、なびく。ここにおいて、神王は、打ち消しですね。ざるも。喜ばざるも。ですね。左右、皆、なびく。ここにおいて、神王、喜ばざるも。です。 彼らは皆、たじろきました。そこで、新王は、喜ばないが、まあ、しぶしぶという漢字の役でもいいかなと思います。ためにひとたび打つ。ふをですね。こちらも楽器を演奏したということですね。ためにひとたびふを打つ。です。長王のためにふを一度叩いたと。少女は帰り見て呼びました。飯。帰り点の二点がついているので、一のところまでが目的語。長の魚子をね。 また記録館を読んだわけです。そして、書せしめて。しめてっていう送り仮名注意しといてくださいね。ここね。書き下しの問題とか出てきたりするかもしれません。私益の意味を使ってるんですよね。送り仮名しか使ってませんが。少女を帰り見て、蝶の魚子を召し、書して曰く。ですね。書せしめてですね。少女は振り返り、蝶の記録館を呼び、こう書かせた。忘年月日ですね。同じです。 神王は、蝶王のために打つと、負をというふうになっています。神王、蝶王のために負を打つとですね。神王は、蝶王のために負を打ったというふうに書かしたわけですね。もう完全に同じですよね。やり返したという感じなんですけども、真の軍心曰くですね、真の部下たちはこう言いました。古符、まあ、どうかという感じですね。持って、 長の十五条を持ってですね。長っていうね、国の中にある十五の城ですね。それを堅じて、なせようと。 新王の銃をなせよというふうに言いました。すると、林少女もまた言いましたというふうになってるんですが、これどういうことかというとですね、新王の長命を祝福してくれまいかというふうに言ったわけですよ。すると、林少女もこう言ったというふうに言ってるので、ここ、まあ、ちょっと簡単に説明すると、いきなりね、部下たちがシャシャってきてですね、どうかお願いだと、長の15の城をくれ、つまり長の土地をくれって言ってるんですよ。その土地をくれる ことによって真の王様の長生きするということを祝ってくれって言ったんですよね。つまり土地をくれって言い出したわけですよ。なので林少女もですねまたこいつらって思ったんでしょうね。古夫 真の関与をもってですね。真の関与というのはこれ真の首都です。首都。もう国の中心ですね。真の関与をもってなせと。長王の呪をなせと。というふうに言ってます。長王の長名を祝福して欲しいものだというふうに言いました。なので完全にやり返してるわけですよね。同じようなことを。 神王は終わるまで何か酒をですね。酒を終わるまででね。お振るまでという感じで送り、書き下しますけども。神王は主演が終わるまでですね。ついにとうとうですね。終わりというのもこれ読み方注意しておいてくださいね。ついに図。で、アタフという能力の脳はキャンというふうに 考えてもららったいいいいと思いますすでできないですね,ね何ができないのかっていうのはレテ点がついてるから「食わふることができなかった」「価値を蝶に」というふうな形になってますついに価値を蝶に食わふることをあたわすですねついに蝶を屈服させることができなかったのだということですねそして蝶もまた盛んに設けた兵「兵軍」をですねそして「持って待った」「神をですね 長もまた盛んに兵を設けて持って秦を待つです。長もまた軍隊を盛んにして秦に備えていた。すると秦はですね、打ち消しです。で、帰り点の2がついているので、動くが動詞になって、秦あえて動かずというふうになりますね。 シンは行動することができなかっったのだというななな話になってますでこれなぜシンが動かなかったのかっていうのは実はこの後の話があってねメンチの会というのが終わった後ですねこの後また漢文がもう一個続くんですけどもそちらの方の説明が実はされててなぜ動かなかったのかというとシンという国は連覇という将軍とそしてこの臨少書という2人の人間のことを恐れていると。でこの2人の 人間が揃ってる間は蝶という国は非常に強いぞというふうにンはね言う。 もうちょっとこう考えてたわけです。だから、秦はですね、本気を出して、蝶という国に攻め込まなかったというお話が出てきます。それがね、噴慶の交わりという漢文の中で使われるんですけども、連覇とね、臨少女の親友関係というのを説明した文章ではあるんですが、そういう流れになっております。まあ、本日はですね、その以前の話、メンチの会という部分を解説させていただきました。定期テストのね、まあ、予想問題とかもいろいろ踏まえておきます したので、ぜひそのあたりですね、勉強の参考にしていただければと思います。高評価、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。古文はエンタメだし、バイバイ。